カール・フランツ・ヨーゼフ・フォン・プロイセンは、プロイセン王国の王族、ドイツ国の軍人、プロイセン王子、ヨアヒムの一人息子で、ドイツ皇帝ビルヘルム・2世の孫の一人。カール・フランツ・ヨーゼフは1916年12月15日、ヨアヒムとその妻であった、アウンハルト公、エドワルトの娘、マリー・アウグステの間に生まれ、直前に死去していた、 オーストリア・ハンガリー皇帝フランツヨーゼフ一世に、ちなんで先例名を与えられた。ドイツ革命の後、両親が離婚。1920年、父ヨアヒムが自殺すると、父方のおじあいてるフリードリヒによって養育されることになったが、1921年に母、マリーアウグステが養育権を主張し、これが認められて母に養育されることになる。 カール・フランツ・ヨーゼフは1975年1月23日にアリカで死去した。彼は3度結婚している。最初の妻ヘンリエッテは、祖父ビルヘルム2世の再婚相手、ヘルミーネ・ロイス・ツー・グライツの連れ子である。2番目の妻との間に子供はいない。ありがとうございます。